街頭演説会を開催させていただきます。それでは都民のボードメンバーの党一選である赤尾裕樹さんより素晴らしい演説をお届けしたいと思います。大きな拍手でお迎えください。最近はですね、おだまりおばさんと呼ばれてます。おだまり、ちょっとね、リーフが変わってきました私もね。はい、実はですね、私大阪は仕事でとってもたくさん来るんですけれども、参政党として来たのは今回が初めてでございます。すいません、本当にね、お仕事になりましたが、はい、ようやく大阪にやってくることができました。いろいろ支部の皆さんとか支部長の皆さんとはこう個人的に知り合いがいてですね、もう大変大阪の支部の方はね、もうノリもいいし明るいし、とっても楽しい雰囲気だなというふうに伺っております。今ね、大阪は一番暑いですよ、参政党は。皆さんその理由わかりますよね。はい、おととい重大発表がありました。参政党からですね、なんと大阪府知事選に吉野豊昭先生が挑戦しています。はい、ということで今日はですね、急遽吉野先生もこの場駆けつけてくださいまして、夕方からのですね、タウンミーティングの方も一緒にねやってくださるということですので、ぜひぜひそちらの方も皆さんお越しいただければと思います。はい、ということでまず今日最初はですね、私最初前半は私の方でお話しさせていただきます。まず初めてですのでね、改めましてですけれども、簡単に自己紹介しますけれども、私、今年もう早いものであと2ヶ月ぐらいでね58になるんですね。アラカンです、アラカン、ね、で31歳の時にですね、亡くなった父の後を継いで東京の練馬の方で、アルミの会社を引き継ぐことになりました。で以来ですね、私はもう本当にデフレ経済とともに製造業を一生懸命やってきたんですね。でそんな中で私が常々思っていたのは、日本を変えるのはこういった働いてるね、現場から変わっていくんだろうな、申し訳ないけど政治は一番遅れてると。ですから私は日本を変えていくのは普通の私たちであって、政治家は一番遅れてるから、政治家らは日本は変わらないってずっと思ってたんです。そんな私が、ね、なんでこんなことやってるのかと言いますと、もともと友達の神谷宗平さんにね、参政党を誘われたからっていうのもあるんですけども、参政党が既存の政治団体とは全く違うからなんです。参政党は皆さんご承知の通り、利権もありません、バックもありません。国民一人一人の声を集めたのが参政党なんですね。ですから私は参政党のこういった活動をね、今までの従来の政治活動だとは思ってないんですよ。ですから皆さんと一緒に今の日本、今の大阪、茶番がいっぱいありますね。大人たちはその茶番を正直に言わないんですよ。それをね、正直に、なんでこの人嘘ついてんですかとか、なんでこのね、利権のために働いてるんですかと、そういうふうに正直に、子供のような心で正直に言えるのが参政党なんです。ですから、今までの政治とは全く違う政治、それを作っていくのが参政党。ですから私は、製造業というのをですね、半分卒業しまして、このような活動をさせていただいております。はい、ありがとうございます。うちはもう引き続き、すいません、ご紹介遅れましたが、この子は相棒のまるちゃんでして、よくね、ズーム配信とかでは、生きてるまるちゃんが いつも私のところににゃんにゃんやってくるんですが、さすがにね、あの子はちょっと新幹線に乗れないので、今日は影武者を連れてまいりました。影武者ね、影武者のまるちゃんと一緒にいつも移動しております。そしてですね、私この
ね、大々色のベンチコート自宅からちゃんと着てきました。おばさんに恥ずかしいことはありません。おばさんの辞書に恥というものはありません。ただしですね、22になる私の娘がママその格好で電車乗るのみたいな、ものすごいお化けを見るような変な目で私を、今朝見送ってくれましたけれども、まあおかげさまでですね、さっき言いましたようにもう荒川になりますとね、本当恥もないし、失うものもないし、ね、そういった意味では参政党を実はね支えているのはおばさんたちですよ。大丈夫ですか、おばさん。一緒に頑張りますよ。ね、もうね本当にいい感じのおばさんいっぱいいますんで。ですね、ここは一つおばさんの名誉のために言っておきますと、おばさんというね響き、もしかしたらちょっとね嫌って思う人いるかもしれませんが、私ねこれはね大好きなんですよ。名誉ある勲章みたいなものですね。女性はですね、まあ武田先生の説によると大体50を過ぎたあたりからですね、まあ違うこう人種になっていくわけですけれども、まあ私はこれを進化と呼んでるんですね。進化です。はい、女性は50過ぎると進化しますね。怖いものがない、恥もない、そういったねおばさんになりますので、まあ、そういった人がですね、もう吉野先生のようなね殿方を守って差し上げるとね、これが大和七彦のおばさんですよ。ね、頑張りますよ。いいですか。でね、ついでに言っておきますと、50過ぎた男性はただのおじさんで進化ではないんですね。ただ年取っただけみたいな、変わらないんですよ。だけどなぜかね、おばさん、女性はねそこを境に違う生き物に変わるんですね。はい、そういうことで今日もですね、お昼大阪支部の方々と一緒にねランチさせていただきましたが、女性の比率の方が多いんですよ。ね、おばさんねすごいですね。おばさんパワーすごいです。やっぱりね、もうこの際、私あれですよ、別に男女平等がいいとか叫んでるようなそこら辺の薄っぺらいリベラル の連中とは違うんですが、違った意味で、まあ、やっぱり女性のパワーはね必要かなというふうに思います。女性がそうですね、まあ、本来の強さっていうものを取り戻していけば、日本の政治もねここまで腐らなかったはずなんですよ。やっぱり母親が何か、分かんないものに、まあ、テレビで言うようなことがね正しいと信じて子供を間違ってね育ててしまうと、まあ弱々しい子供が育ってしまうわけですね。ですけれども、もう皆さんね、ここにお集まりの皆さん十分ご承知の通りね、テレビとかはね嘘ばっかりですね。あんなことをね、信じないで私を信じなさいと、ね、そういうふうに子育てしていただければ幸せに子供が伸び伸びと生きていくことができるんですね。もちろん教育大事です。学校でねインチキなことを教わってたらね子供も曲がってしまいますので教育大事です。でも私はですね、参政党の政策の一番に教育は上がってますけれども、実はあんまりね学校の教育はどうでもいいかなと思ってるんですね。それはですね、神谷さんには内緒ですよ。ね、ここだけの話ですけど、やっぱりね、親なんですよ。で、どっちかって言えば母親です。ね、母親がニコニコと楽しそうに生きていれば、子供は必ず幸せになりますよ。ね、ね、そうよね。もうおばさんたちが叫んでますよ、あそこで。だけどじゃあなぜ母親がニコニコと楽しそうに過ごせないのか、それはやはり今の世の中が悪いからですね。テレビで嘘ばっかり言うからですね、間違ったことばっかり言ってみんなを怖がらせるからですね。このね 3年間の、ね、インチキだって皆さんもううんざりですよね。テレビはわざと不安や恐怖を駆り立てるようなことばっかり言うんですよ。で、真面目なお母さんほど、あら、こんなことがね、本当に起こったら大変だとか、うちの子大丈夫かしら、真面目なお母さんほど怖がっちゃうんです。で、この恐怖、不安、
これが、ね、いわゆる世の中をコントロールしようとしている人たちが私たちを分断するために使う手段なんですよ。いろんな仕掛けをしてきます。国民を怖がらせて不安と恐怖にね、こうつけとけば何でも言うこと聞くじゃないですか。ね、あ、怖いんだったらじゃあこのお注射どうですかとか、ね、怖いんだったらじゃあね、ソーシャルディスタンス取ってね、人と会うのやめましょうとか、ね、心配ですよね、これはじゃあやめといた方がいいんじゃないですかとか、そうやってですね、不安と恐怖を使ってもうどん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 国民を分断、孤立、管理して私たちを奴隷のように扱って、そして彼らがいいように好きなようにね、この世の中を支配、彼らって誰だか、まあ、それは置いといて、今細かい話は置いといて、ねね、管理しようとする人たちが私たちをわざとそうやって怖がらせてるんです。で、真面目なお母さんほどこの恐怖にね、恐怖の罠にかかってしまうんです。だけれども、そこをね、もう一つ私たち参政党のね、皆さんと一緒に情報を取っていただいて、あ、これもしかしたら嘘かもしれないわねっていうことで、何が起こってるのかっていうのを冷静に見ていただければ、そこをね、抜けることができるんです。不安とか恐怖から抜けてね、お母さんが明るく堂々と生きていって、じゃあもしかしたらこういう世の中になるかもしれないから、じゃあこういうふうに備えておきましょう、じゃあこうかもしれないから、じゃあこうしておきましょう、恐れを外してね、準備をすればいいんです。恐れを外して仲間を作ればいいんです。そうすればお母さんたちはね、まあお母さんだけじゃないですけど、まあお父さんもそうですけどね、若い人もそうです、ニコニコと幸せに暮らすことができるんです。世の中がどんなに混乱していても、私たちの心まで混乱することはないんです。世の中が混乱していても、私たちは冷静に仲間と一緒に対策を取ればいいんです。そうすれば不安とか恐怖はないんです、本来ですから。まあまあ、このね、流行り病からのお注射騒動はちょっと一息ついたかもしれませんが、これからまだまだね、やれ食料危機だとかね、最近はコオロギ食べろとかですね、わざと演出してるんですよ、ね、いっぱいね、鶏や牛殺してみたりして、わざと食料危機を演出してます。で、次はね、震災が来るかもしれない、経済危機が来るかもしれない、戦争が来るかもしれない、そうやってわざと不安や恐怖をどん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 ね、国民にぶりまいてます。で、そこの罠にはまってしまうとですね、一つの問題が解決してもまたね、次の恐怖にね、心をさらわれちゃうんですよ。ですから私たちはね、物の見方っていうものをね、大丈夫ですかね、はい、緊急車両もね、多いですからね。そうなんです、あのね、物の見方、こちらをね、一緒にね、体得したいなというふうに思います。物の見方です。必ずテレビが右といえば左かなとか、テレビが上といえば下かなとかね、テレビがこの人いい人って言ったら悪い人かなとかですね、そういうふうに、はい、これがね、物の見方です。はい、例えばうちの息子はですね、今もう26になるんですが、今ね、ホテルの掃除のアルバイトしてます。まあ小学校5年生ぐらいからね、なんだ、いわゆる発達障害とか言われて、支援学級とか行ってました。中学の時はオール1でした。だけれども今ね、ニコニコと幸せそうに生きていますし、物の見方という点で言えばですよ、そこら辺の政治家よりよっぽどできてるんですよ、ね、いやでもね、面白いんですよ、あのね、オール1だったくせにこう新聞ちらちら見てね、なんかこの人たちバカだなとかつぶやいてるんですねであとですね、例えばですよ、まあ、これは別に合ってる間違ってる 話ではなくて、一つのものの見方ですけれども、ね、トルコの地震だって
これもしかしたらアメリカがやったのかななんていうふうにね、うちの息子はつぶやいてました。それはね、嘘か本当かっていう話ではなく、そういうものの見方もできるということです。現にトルコのね、外務大臣なんかは結構アメリカに対して怒ってましたよ。なんで怒ってるのか知りませんけど、まあそれがものの見方なんです。そうした、まあ世の中が茶番である、世の中が漫画である。あとよく参政党でね、講演をしていただいてます林千勝先生なんかはね、最近逆さまの世界って言ってます、ね、世の中は逆さまの世界である。ギャグだ、プロレスだ、漫画だ、ね、そういった視点、見方で見ればどうやってね、私たちが生きていけばいいかっていうのは分かるはずです。要はね、テレビの言うことを信じない、逆を打つってことです。逆をやるってことです。逆をやる。え、それなんか大阪の方得意じゃないですかみたいな、ね、逆張り得意じゃないですかみたいな。ぜひね、ですから日本をね、目覚めさせるチャンスはね、私は大阪から来るんじゃないかなと思ってますよ。ね、逆張り得意でしょうみたいな。現に、なんていうんですかね、こう、そうなんですよ、流れをね、パッと見て、こちらって、このね、スピード感っていうんですかね、そういうところは、やはり、私もあちこち日本に行ってますけれども、すごく高いと思いますよ。例えばこれ、よしあしではないんですけれども、主に東北の方の方なんかはですね、右見て左見てもう一回右見て、みんながやったらやりますみたいな、そういう特徴もあるんです。だからそれは良し悪しではないんですけれども、その大阪の方のね、そのサッとしたこのあんまり右も左も見ないで自分が動くというね、あれこれ合ってます合ってますあのね、そうそう、もう自分がいいわと思ったらパッと行くってね、こういうこのノリがもしかしたらですね、大阪の目覚めが日本の目覚めにつながって、今回吉野先生もね、大阪から日本を取り戻す、このキャッチコピーでね、ずっと4月まで戦いますのでね、ぜひぜひ皆さん、その流れを作っていただきたいなというふうに思います。それにはやはりね、この世の中が茶番でありね、インチキであり漫画である。だから私たち参政党はおはようございますの活動をしてるんですっていうことなんですね。で、これがまたその、爆睡している日本人の方からはですね、非常に誤解を受けておりまして、やれカルト集団だとかね、なんかちょっと怖いとかね、なんかなんとかだかんとかだとか言って、最近はいろんな党からもね、足引っ張りがありますけれども、それはですね、寝てる人を起こそうとするから言われるんですね。だからもうこれは想定内なんですよ。想定内。だって私たちはもうちょっとこう、まあ起きちゃって、あれちょっとこれこの世界は漫画だったなと思うわけですけれども、皆さんはこれ今の世の中がね、リアルな本当の世界で、政治家やテレビが嘘を言うはずない、教科書に間違ったことが書いてあるはずがない、そう思ってずっと何十年も生まれた時から今までね、生きているわけですから、そんなところで、あ、これ違う違うって叫べばですね、参政党は当然、まあちょっとね、こういう言い方どうかわかんないですけど、迫害を受けちゃうかもしれないわけです。でもそれは想定内なんですね。で、じゃあそのね、迫害を受けた時にどうするか、おばさんたちはもうわかりましたよね。4文字言えばいいんです、オーダーマリーってね、おばさんたちはこれでいきましょうね。はい、私はですね、今日お父様方ね、おじさんたちに一言言いたい。その迫害を受けた時にですね、どうするか。これね、眉間にしわ寄せて倍返しだとか言ったらですね、これ台無しなんですよ。これちょっと私最近すごい面白い友達からね聞いた話なんで、もうそれ丸パクリするんですけども、もしね、ゲームとかやってる時にこう、いくつのパワーとかでこう攻撃されてとかあるじゃないですか。もし相手がね、例えば丸ちゃんが6のパワーで私を攻撃してくるとしたらですね、私はもう
4ぐらいのパワーしかないわけです。だからしょうがないから4のパワーで受けるんです。だけれども受けたらもうそれは、ね、抱きまいらせて10にするんです。そして10にして世の中に返せばいいんです。ですからこれをね、6できたら6で戦うぞってガーッこうやってるとですね、対立です、ね、これが本当にね、世の中を支配コントロールしようとしている人たちの二項対立の罠なんですね。だから正義感ってとっても厄介なんですよ。もちろん私たちは世の中を良くしたい、日本を良くしたい、大阪を良くしたい、子どもたちにね、いい大阪を残したい、こういう思いでね来ている方々ばっかりですから、皆さん多分心の中にね熱い正義感があると思うんです。ただ正義感っていうのはとっても厄介ですよ皆さん、本当に取り扱い注意でございます。本当に正義感はね取り扱い注意なんですよ。それはあって当たり前だし、あるからこそここに来てるんですが、6で攻撃された時に6で返すとか、あるいは10で返して倍、12で返して倍返しだとかやったらですね、これは仕掛けてるこのマルちゃんという敵ではなくてね、そのマルちゃんを操ってる敵のね、大元大ボスのキャラの思うツボなんです。しめしめこいつらね戦ってくれたと。そして二項対立の世の中というのは終わらないんです。何百年も、何なら何千年も終わって、何千年というか、まあ、2000年ですかね、このね、この2000年間この二項対立の戦うというこの罠のところにずっとハマったままで抜けられないわけです。しかし本来日本人はね、大調和という気持ち持ってました。6で来たら4で受け止めて、ね、仲間にして、そして10で周りに返す、ね、こういったこれが大調和のパワーですよ。この大調和で生きてきたのが日本人、もっと言えば縄文人ですよ。そのように私たちは自分たちの役割をね、ちゃんと認識した上で相手と対立することなく大調和でやってきたんです。それをまあこの縄文が終わるぐらいからですね、まあ力は正義という、まあそういう主に西洋を中心としたお作法の中で私たちは対立する、競争する、ね、上下を作る、支配コントロールの中で生きていく、こういったようなね選択を、まあ、歴史的にさせられてきたわけですね。ですからまあもうそれもね、もう煮詰まっちゃって今どうしようもないとこまで来てますんで、まあある意味こう問題点が分かりやすくなりましたですね。私も今までうすうすおかしいなと思ってましたけれども、本当に世の中は茶番で漫画だったんだなと分かったのが2020年からです。そこにちょうどねタイミングよく参政党がね誕生してくれたわけです。ですから、まあ、これはもう本当に良きタイミングと思ってですね、この参政党という活動をどん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 皆さんと共に大きくしていってですね、おはようございます活動をやっていきたいと思います。ね、皆さんよろしくお願いしますね。本当におはようございますの活動です、はい、そしてね、おばさんたちはにっこり笑っておだまりと言ってね、はい、お父さんたちはあんまりね、はい、眉間にしわ寄せてがならないようにしていただいて、はい、大調和の精神で今後とも参政党の、ね、活動を広めてまいりましょう。以上です。ありがとうございました。やったばっかりなのにこれだけの方にたくさん来ていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。
まあ、今日のテーマは女性ということでお話をしているようですけども、この方の方は勇気もないし失うものがあって怖がっているということですが、本当にその通りです。私こういう立場を取らせていただいて、大阪市議選挙立候補予定者ということで決意を持ってこの大阪に来ています。皆さんありがとうございます。皆さんにはこうやって温かく拍手で迎えられていますけども、当然いろんな攻撃や圧力や批判がたくさんありました。なんでお前みたいなそのものが来るんだと、なんでこういう標準語を喋ってるんだと、それで本当に大阪の人の心が分かるのかと激しく言われてます。僕は皆さんに別に迎合したいなんて全く思ってません。なんでここにいるかって言ったら、日本を救いたいからなんですよ。投票したい政党がないから作った、それが参政党です。もうどこの政党も利権まみれ、圧力まみれ、宗教団体の力まみれ、普通のお父さんお母さん子供たち、この人たちがいい世の中になればいいじゃないかと思って、投票したい政党や投票したい政治家がいないんですよ。そうでしょ皆さん。そうだ。私もそうでした。私も何回も立候補未遂をして、妻とも関係が悪くなって離婚しそうになりました。だって投票したい政党がないんだもん。自民党ってどうなんですか。僕かつては良かったと思いますよ。55年体制って言いますが、戦争に負けて自由党と民主党が合同して保守を作るんだ。自民党の歴史あるいは自民党の党の綱領、スマートフォンで調べてみてください。書いてあることは素晴らしい。アメリカによって作られた憲法、これを自分たちで作るんだと。教育直後、まずは夫婦が仲良くしてください。そして子供を大切にしてください。子供は仲良くしてお父さんお母さんを尊敬してください。そして一生懸命勉強してください。勉強する理由はこの国を良くすること、この国を良くするために一生懸命学びなさい。そして学んで豊かになったら困ってる人を助けてください。そしてもし万が一のことがあったらこの国を守るんです。簡単に言うとこう書いてあるんですよ。これ何が問題があるんですか。これを流布すること、学校の教室に貼ることを禁止され、代わりに教育基本法というものを作られました。大日本帝国憲法も廃止させられて、連合国によって作られた憲法、もうこれは今客観的な事実として皆さんも知っていますが、当初はそうじゃなかったと。私も学校で習ったのは、日本人がアジアの国々にひどいことをして、そしてそれを止めるために仕方がなくアメリカが原子爆弾を落とした、日本が悪いんだと、だから二度とアジアの国を侵略しないために憲法を作り、そして戦争を放棄したんだと。日本人は悪い人なんです、そう習いましたよ。そのために日本人が日本人のために反省して作ったのが日本国憲法だって習いましたよ学校で。でもアメリカの秘密文書が全部公開されて、そんなものは全部嘘だったことが分かりました。作ったのはマッカーサーたちです。マッカーサー原案というものがあって、それを日本語に訳されて、それを日本人が確かに法律上は採択して日本国憲法ができた。でもこれは連合国が日本を統治している間に作らされた憲法です。こうやって教育を奪われ、法律も奪われ、
そして自国を守る組織も奪われ、アメリカが代わりに守ってくれると言って入ってきている、こういう状況ですよ。そしてそのうち情報まで奪われ、土地まで奪われ、電力まで奪われようとしている。残念ながらこの電力の問題、もう名前は言ってもいいと思います。上海電力、許してしまったのは大阪です。でも大阪の人が悪いって言ってるんじゃない。皆さん知らなかったでしょ、できたの全く知らなかったでしょ。橋本徹さんが市長の時代に府民には誰もわからない、そういう状況でメガソーラーができてしまった。その後これを前例としていろいろな地域に上海電力がこれを作っていったわけですよ。一番問題なのはもちろんこの大阪も大問題ですが、福島の方に作られていますし、栃木県の那須にも作られようとしてますけども、岩国です。岩国って何があるんですか。自衛隊の基地もあるし米軍の基地もありますよ。そこの電力を上海電力が使ってるんですよ。もし何かあって電力止められて基地が動かなくなったら誰が困るんですか。すぐ先は尖閣諸島ですよ。こういう知らないうちに何かをやられてしまって日本が奪われようとしている、こういう時に選択肢が、私がもし出なければ維新か共産党か、そしてあとは相乗りの人が一人いますけど、どれか選んだらこの問題って解決したんですか。しない。赤尾さんが今、男は怖がりだし捨てるもんがあると言いましたけど、本当にその通りですよ。私だって怖いですよ、ここに立つのは。捨てるものもいっぱいありますよ。患者さんから散々叱られましたよ。私たち東京で治療してる患者を捨てるんですか。家族だって同じですよ。捨てるわけないじゃないですか。怖いですよ。だけど誰かがやらなかったら止まらないじゃないですか。本来であればこの状況はもっと前に解決しなければいけなかったんですよ。それは私も含めて大人の責任です。この失われた30年チャンスがあったんですよ。バブルの時まではなんとかうまくいってたじゃないですか。日本は政治は三流で経済は一流、その通り。なんで政治が三流かって言ったら、憲法も取られて教育も取られて軍事力も取られて、もうやれるって言ったら工業でやるしかなかった。その日本は戦艦大和を作ったりゼロ戦を作る、そういう工業力もあったのに、飛行機も作っちゃダメだと言って、もう残っていたのは最後の取り出が家電と車ですよ。松下電器ここからできたんじゃないですか。日本はテレビや冷蔵庫、こういう白物家電、そして車、これを一生懸命作って日本のためになんとか復興しようと、我々の先輩たちがまさに命をかけて日本を復興してくれたと。政治はもう仕方がない、政治が悪いんじゃない、そういう制度にされたから、もう手かせ足かせをかけられて、ギリギリのところなんとか経済だけはアメリカに勝とう、ヨーロッパに勝とう、そういう思いで我々の先輩たちが素晴らしいものを作って、そしてこれが世界を席巻したと。日本のテレビや日本の自動車すごかった。ハリウッド映画見たって007にソニーの時計が出てきたり、ね、テレビが出てきたり、ボンドカーがトヨタ 2000GT だったり、戦争から負けてわずか20年30年でそこまで復興したと。
日本人はバカじゃない、ものすごく努力家ですよ。それで我々の先輩たちがここまで日本を強くして、私たちはその豊かさを感受していました。私は昭和62年に岡山大学という大学に入りました。バブルはその2年後に崩壊します。大学に入って、岡山はまだ当時は結構田舎だったから、しょっちゅうこの大阪に来ましたよ。はっきり言いますよ、ちょっと悪いことしに来たから。恵比寿橋界隈を徘徊し、もう目をつぶっても歩けるぐらい一生懸命来ました。ところがバブルが崩壊し、これも景気の一循環じゃないかとみんな勘違いしていました。私もそう思っていました。あと 2,3 年したらまた元に戻るんじゃないか。 2,3 年しました。 2,3 年してあと 5,6 年したらなんとかなるんじゃないか、いくら何でも10年はないだろうと思って、失われた10年と、そしたら次は失われた20年、失われた30年も過ぎて、もう今40年目に入ろうとしてます。このまま待っていたら、私年に景気は回復するんですか。土地も取られて、建物も取られて、金融機関の大部分は外資ですよ、国際金融資本。私が専門の医療の分野も製薬会社は国産でいっぱいありますが、株主を見たら愕然としますよ。なんでこんなことになっちゃったんですか。それはバブルが崩壊したのが原因ではなかった。バブルが崩壊する前に外国人が自由に日本の株や土地や建物を買うルールにされていたからです。日本は買われてしまったんです。そのことに気づかなかったんです。大阪にメガソーラーがあるのが大阪府民の人が気づかなかったように、日本人は日本の土地や株や建物が奪われていると、そういう制度になっていると、ほとんどの人が知らなかった。だからそのうち戻るだろうと、そう思っていたら戻らなかった。土地や建物どころじゃないですよ。日本の地方にはもう外国じゃないかっていう、外国人がたくさん住んでるような町があります。北海道に行ってみたら分かります。ここ日本なんだろうか。今日赤尾さんと一緒に参政党の大阪の党員の方たちと昼食を取りながら懇談会をしました。大阪もむしろ田舎に行った方が土地が外国人に買われているそうです。皆さん知ってましたか。今はもう土地が売れない、相続すると大変だと、誰か買ってくれないかと、もうしょうがないから売ってしまうと、その売った相手がまさか中国人なのか外国人だってこと知らないんですよ。彼らも非常にうまく、まるで日本の会社のように入ってきて、それを転売して、彼らが買いやすいところから少しずつ買っている。そこに小さな村でもソーラーパネルを置いて、ソーラーパネルを置くとどうなるんですか。土地が死にます。もう北海道ではもう土地が死んでしまって、あるいは東北もそうです。参院選挙の時に青森、秋田や岩手県に行きましたけど、もう5年置いたら農地が死んでしまうんですよ。日が当たらないから微生物が壊れちゃうんですよ。そうするともう農地にできないと、仕方がないから宅地にする。そうすると彼らが買うんです。狙ってるんですよ最初から。そうやって少しずつ取られていって、北海道は70万ヘクタールと、静岡県の面積以上にも中国の人が買ってるわけです。これも気がついたらそうなってたんです。
大阪の土地ももう始まっていますよ。このきっかけを作ったのが大阪維新の会じゃないですか。彼らは自称保守と特に決闘された時は言っていました。だから皆さんも自民党以外の保守ができたからいいんじゃないか、そういうふうに勘違いしていたんじゃないですか。民主党ができた時もそうですよ。自民党の受け皿だと、もう一個の与党ができるんだというふうに思って投票してみたらそうじゃなかった。ここで大阪の人たちが、府民が目覚めないと日本を本当に取られてしまうんですよ。だから僕はここに来ました。大阪から日本を取り戻す。知事選があります。3月から選挙期間になります。投票があります。続けて統一地方選があります。次だったらいいんじゃないの、もし言ったらもう次はないないですよ。今回の市議選の次って何年後にあるんですか。その時までにまた好きなようにどんどんメガソーラーを作られたらどうするんですか。それにアイランドの問題、皆さんは本当にカジノが欲しいんですか。いらないでしょ。私が知事になるのは極めて厳しいですけども、もし私がなったら即刻中止。カジノなんていらん。都構想のように不民投票もしません。ダメです。それこそ外資にまた取られてしまう。ダメですよ。とにかく日本を取られることしちゃダメ。日本を取り戻す。それをここから始めましょうよ皆さん。もうね、誰かね、スーパースターの政治家が現れて、その人たちが何か知らないけどうまくやってくれるってことはないです。もう何回も僕たち騙されたじゃないですか。でそれでだけで総理大臣も変えてみたじゃないですか。政党も変えてみたじゃないですか。変えてみたら結局文字より悪くなってる。なんで。それはどの政党もバックがついてるからですよ。自民党は大きな経済団体や医療の団体がついてます。はっきり言います。お金持ちのためにやってるんですよ。そうじゃないところは宗教団体がついたり、もうねほとんどの普通の人が別に特定の宗教もやってない、別にそんな巨大な企業の経営者でもない、ただ真面目に朝起きて仕事をして帰ってきて子供と一緒に仲良くお話をしてお風呂入ったりご飯食べたり週末に家族で出かけたり、そういう生活をしている、そういう人たちが今のこの生活を守りたいって言ってくれる政党がないんじゃないですか。賛成党はバックがありません。何の利権団体もついてません。宗教団体もついてません。だからお金はありません。困ってます。だからみんなでやるんです。誰かお金のある団体や企業がごそっとお金を出してもらえる、そういう誘惑はありましたよ。でもそれを参政党がやったら日本も終わっちゃうんです。絶対にそういう圧力には屈しない。そのためには誰か企業や団体や宗教団体によって政党を運営するんじゃなくて、みんなで一緒にやるんですよ皆さん。皆さん一人一人が人生の主人公になってください。脇役じゃないですよ。
皆さん自分の人生を生き抜くんです。自分の人生は自分で人生で切り開く。もうこれからの人生ちゃんと自分たちで決めて自分たちで行動する。そして政治も面倒くさいとか鬱陶しいとかきな臭いとかそういうことを言わない。政治そのものが生活そのものだったんです。それを面倒くさいからとか、ね、うざったいとかやりたくないとか離れていくから彼らに取られちゃったんですよ。利権団体とか宗教団体に。愛知県はなんと投票率3割ですよ。あれだけの大都市で7割の人が自分の決定権を放棄してしまった。大阪では絶対そんなことをさせてはいけません。私は参政党から立候補するからもちろん参政党に投票してほしいですけども、それが嫌でもいいからとにかく投票に行ってください。政治に参加するんです。税金の問題、給食の問題、食料の問題、医療の問題、消費税の問題、待機児童の問題、働く人が足りない問題、全部政治じゃないんですか。これから逃げられないでしょ。投票しなかったら自分の生活が苦しい、お金がない、自分の親は誰かが面倒見てくれる、それも回ってこない、保育園も回ってこない、叫んでも喚いてもダメなんですよ。一票投票するっていう行動をしないと、政治が動かないとこんな問題は絶対解決しない。だから皆さん投票に行ってください。できれば参政党に入れてもらいたい。これからはバックのない人、特定の宗教に肩入れしてない人、この人たちが実は一番人数だって多いはずです。だから普通の人である我々が一緒に手を取って頑張りましょう。もう我々が一緒に頑張るしかないんですよ。もう待ってたらダメ。こうやってこれからの問題を私たちが自分たちが自分が主役になって解決していく。何のために、誰のために。子供たちのためですよ。孫たちのためですよ。今日ここに来ているのは、先ほど小さなお子さんもいたけど、ここにもいらっしゃるけども、あんな小さなお子さんたち、まだ10歳にもならない子供たち、この子たちにもし何もしないでこのまんまこの日本を渡してしまったらどんなにかわいそうなことだと思いませんか。だってこの失われた30年間何一ついいことなかったじゃないですか。景気は悪いまんま、社会保障費はどんどん増える、給料は下がる、税金も高くなる、消費税も上がる。このままだったら悪くなる一方ですよ。お父さんとかお母さんはバブルの時に青春を謳歌したんでしょ。おじいちゃんとかおばあちゃんは高度経済成長で面白かったんでしょ。僕たちがこんなに苦しくなって貧乏になって外国人の下で働かなきゃいけなくなってどうしてくれるのって言わせちゃダメですよ。もうここにお見受けしている人たちは私と同い年か、先ほども言ったけどもおばさんとかおじさんが多い。おばさんとかおじさんたちはもうバブルもやったし、私もそうです。高度経済成長は小さかったですけど少し経験してますよ。今の子たちって生まれた時から景気が悪くて、生まれた時から消費税がどんどん上がってって、通話料金も上がってって、かわいそうでしょ。しかもその人たちがこれからこの日本を直さなきゃいけないんですよ。絶対に何とかしないと、僕たちが。
我々大人ができることは、少しでもこの状況を良くすること、そしてどんどん悪循環になっているこれをギューッと止めて、なんとかして力づくで逆回転にしていい循環にすると。それでこんなに一生懸命頑張ったんだよと、もう地獄のような状況からものすごい悪い状況だけども、これでも少しマシになったと。お父さんもお母さんもおじいちゃんもおばあちゃんも最後の最後までなんとかやったから、あとはよろしく頼む。お前たち子供が生まれた時5歳6歳だった。私はもうすぐ死ぬと。私は85歳だと。60歳の息子に、お父さんここまで頑張ったんだよ、一生懸命頑張った、最後まで戻すことはできなかったけども、あとなんとか頼むよと。分かったお父さん、棺桶の蓋を閉めて、あとは僕らがやると。今度はお父さんの孫に引き継いでやってもらうから見ててくれよ、俺も85歳までやってみせるぜ、そういう子供を作りましょうよ。同じような思いで高度経済成長の時にみんなが必死に働いてこの国良くしてくれたんですよ。その前の人たちは戦争で負けることが分かっていたのに火の中飛び込んでこの国を何としても守りたいと、占領されるのかもしれないけれどもちゃんと戦ったんだというとこ見せて、戦争を終えてくれたから誰一人お父さんのせいで負けたんだよなんて日本は言わなかったじゃないですか。お帰りなさいですよ。僕もバブルの時に恵比寿ませていっぱい悪いことしました。そんな思いは今若い子たちはできないかもしれない。だから僕らが残りの人生一生懸命頑張ってこの世の中を良くして、生まれた土地や生まれた株や生まれてしまった価値観や生まれてしまった教育や道徳観や慈悲の心や愛、こういうものを取り戻して、子供たちがそのまた子供たちに僕らがお父さんやお母さんやおじいちゃんからおばあちゃんからやってもらったようなことを返してあげましょうよ。そうしませんか皆さん。もう時間は全然ないです。本当に1秒もないですよ。僕もそうですけども、一昨日あそこで演説して、その後ホテルに帰って、その後また生配信、なんてスケジュール立てるんだ神谷さん。そっからあとは今度は僕も二刀流で医療もやりながらやってるから、昨日は全然見れなかった報告書を全部部下たちに送って、始発の新幹線で戻って、朝から仕事をして、夜溜まっていた原稿を書き、そしてまた今日朝始発の新幹線で来て、また明日の朝新幹線で戻ります。まさか大阪が通勤するとは思わなかった。でも、はい、ありがとうございます。この残りの選挙が始まるまでも週末は必ずここに来ます。平日も来れるときはできるだけ来ます。そして選挙の間は当然大阪に住みます。自分もまさかここが第二のふるさとになるとは子供の時は思いませんでしたよ。大阪って言ったら恵比寿橋でおしまいだったはずだったんです。でももうここに骨を詰めて日本を直す。日本を治療してくださいよ。そうだ、日本を治療するんですね。まあ患者さんが本当に主人になっちゃったらどうするんですかって言ったら、
しょうがない、大阪にクリニック作りますよ。患者さんも大阪も全部治療します。そうやってみんなで仲良く楽しく世の中直しましょう。さっき赤尾さんが言った通りに、子供ってほったらかしとくとここに眉間にシワができちゃうんですよ。それを直すのがお姉さんたちの仕事ですよ。女性の仕事ですよ。男はね、基本弱虫ですよ。だから大和田寧子がちゃんと慰めてくれないとダメだろね。その代わり男は命をかけてこの国を直すんですよ。定年になったお父さん、もう年金で旅行するとか、ね、ゲートボールするとか、ゴルフするとか言わないでください。もう一踏ん張り、日本を直すために男は立ち上がろう。今こそ日本男児になる。今は情報戦争という第三次世界大戦だと私は思ってます。日本が本当に奪われてるからです。第三次世界大戦が、僕もまさかこういう戦争になるとは思ってはいませんでした。戦うんです。だから戦って勝つんです。日本を取り戻すんですよ。そして山田のレシコの皆さん、おじさんたちも戦うからちゃんと慰めてあげてください。あなたたち男が戦わなかったら誰やるのってペンってお尻叩いて頑張れ言ってください。戦われた男はちゃんと戦いに勝つ。そして今回人生が終わった時に、みんな我々が天に召される時に、天に帰った時に、ね、元々いるお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんひいおじいちゃんひいおばあちゃん、もっと言ったら神武天皇もいるかもしれない。その人たちによくやった、感心したぞ、よく自分の人生を生き抜いた、感動した、頑張ったなと褒めてあげるよ。今度はお前たちが天から見て残してきた子供たち孫たち、自分の子供じゃなくてもいいんですよ、若い人たちに温かい目で見守ってあげよう。俺たちが一生懸命見ていれば彼らは必ずやってくれる。そういう思いを持ってこの人生をみんな一緒に生き抜こうじゃありませんか。我々の大和魂、なにわ魂を見せつけてやりましょうよ。というわけで、これから選挙が始まったら私も毎日のように皆さんに会いに行きます。そして同じような話をするかもしれませんけども、一緒に頑張るんです。繰り返します、一緒に頑張るんです。お願いだから頑張ってくださいって言わないでください。もうこれでも相当頑張ってるんです。そしてちょっと来てください、ここに来てください。そして頑張るの反対がバンガルなんです。春のバン祭りが3月4日に行われます。これは成人式パーティーです。はっきり言いますけど、ですけどもただの集金パーティーじゃないです。本当に皆さんのために我々5人や他の党員の人たちも素晴らしい公演や、あるいは、赤尾さんのバレエも見れます。もうそれがメインです。僕も公演もさせていただきます。それから私も国歌読唱させていただきますあるので、ぜひ皆さん、これを見てください。で大阪はサテライトもありますので、ものすごくいい音響施設だそうなので、臨場感がありますから、ぜひ皆さん、ご参加いただきたいと思います。先ほど言ったように我々にはバッとかかりません。はっきり言います、お金がないんですよ。一生懸命今これ何のために言ってると思いますか。来てくださいなんて一言も言ってませんからね。チケット買ってくださいと言ってるんですよ。もちろんサテライトの会場でもいいです、東京の会場でもいいです、これは
九州でも北海道でもやりますから、ぜひご参加いただいてください、ね、バックがあるとすればそれは皆さんです。さあ、ちょうど時間となりました。それでは最後に心を一つにして皆さんで一緒に維新三政党をやりたいと思います。よろしいでしょうか。はい、はい、じゃあちょっと降りてください。ありがとうございます。それでは天が見てます。これからの日本を良くする、大阪から日本を変える、そういう気持ちで皆さん心を一つにして維新三政としましょう。いきますよ、せーの、1、2、3政党。本当にありがとうございます。一緒に頑張りましょう。変えるんですよ、ちゃんと日本を取り戻すんですよ。ありがとうございます。